だよ。スキーの位置止めて角付け。ね。しっかりすねを横へ方向に倒して内側にガーッと切れ込んで入ってこい。ターンの前半ね、ちょっとスキー動かしすぎちゃうんだね。そこだぞ。そこ動かしちゃうともうグリップ出なくなっちゃうから。みゆ、前半スキー動かすなよ。絶対スキー動かすな。ね、横にしない。立て立て。あまねさん、喋りすぎです。怖いのか？お願いします。ちょっとスキー止まってきたけど、前半スキー動かしてダメだぞ。ね、スキーの位置変えないで自分で入ってくんだぞ。もうちょっと、まだまだだ。ちょっと良くなってきてるけど。はい。あまね、喋りすぎ。ほら、ゴテゴテだぞ。遅い遅い遅い。お願いします。はい、ラインハイラインでね、もっとターンえターンしてポール、ターンしてポールだよ。はい。もっと膝膝。手を下げろ。低く当たり、低く。遅い遅い遅い。スキー行きます、お願いします。ミユ、4本滑ったらコース整備やってくれ。で、もっとエッチング強く、上下動使ってポールまでエッチング。ポールまでエッチング、ポールまでエッチング。ステップしちゃダメ。ノーラー、マスが行った。みゆ、もう少しもも絞って膝使え。膝を内側にこう絞っていくような操作でエッチングを強く出してけ。ラインはそのまんまでいいぞ。喋らない。ステップしてるぞ。山足で立ってる。山足で立ってる。ね、内足で立ち上がってから入ってきてる。重心動ができない、これじゃ。もも使い、もっと。みゆ、ラインはいいぞ。もももっと絞って、すねを傾けるようなイメージもっと出せ。喋った。もも使って絞ってこなきゃだ。絞って。絞って。絞って、ほら。どうした？パニってんじゃないよ。体から言っちゃダメだ。足首、膝の先行があって体が入ってくる。ね、遅いタイミングが。やろう。あれ。しっかり切り込んで、もう少し圧力かけてエッチングしろ。頭は外スキーの上だぞ。